グレート、ノーザン鉄道は1846年のロンドンヨーク鉄道法により設置されたイギリスの鉄道会社である。ロンドンからヒッチン、ピーターバラ、グランサムを経て、ヨークに至る幹線と、ピーターバラから分岐し、ボストン、ーンを経て、ボートリー、ドンカスターの南に至るループ線、シェフィールドへ至る支線、ウェークフィールドに至る支線があった。幹線は、 イーストコースト本線の一部となった。1848年、マズ・ルース・グリームスビー館が、翌1849年には、ピータバラ・リンカン・ドンカスター館が開通した。1850年には、ロンドンは、メディアン・レーンカ設駅から、ピータバラまでと、ドンカスターからアスカーン経由でヨークまでが開通した。最初の75マイルの付設契約は、J ・キュビットのもとで、 技術者として働いていたトーマス・ブラッセイが獲得した。1852年までにはロンドンの新ターミナルキングス・クロスからドンカスターまでの幹線が開通した。ドンカスター機関車工場は1853年に設立された。ピー・タバラ、グランサム、レッドフォード直通経路は1853年に開通し、買収やた鉄道への乗り入れによって GNR は ブラッドフォード、ケンブリッジ、ハリファクス、レスター、ノッティンガムまで達するようになった。1857年までには、マンチェスター・シェフィールド・アンドリンカンシャー鉄道との協定により GNR によるロンドン・シェフィールド、マンチェスター間の急行列車が可能となった。1858年以降は、ヒッチンからロンドンへの GNR 路線を、ミッドランド鉄道も利用するようになった。 こうした展開がロンドンノースウェスタン鉄道によるユーストンスクウェア協約の素地となった。1850年代末までに GNR はウェストライディングの主要な街に到達可能となった。この地域からロンドンへの石炭輸送がもたらす利益に注目したグレートイースタン鉄道並びにランカシャーヨークシャー鉄道はドンカスターからリンカンシャーを経由する幹線を計画したが、 それぞれ1865年及び1871年に議会で否決された。GNR は本来の運行路線外での地域的な利益を追求し、1865年に MSLR と連名でマンチェスター・リバプール経路を提案した。これはさらに MSLR と MR の提携によるチェシャー鉄道委員会により、チェシャー並びにランカシャーまで拡張された。 1860年代を通じて急速に発展した GNR はルナー、MR のいずれよりも急行列車を頻繁に走らせ1873年に最高収益を記録した。パトリック・スター・リング設計の一同軸機関車が牽引する列車は当時世界最高速の部類であった。しかし1875年には収益の増加は 閉塞信号システムとインターロッキングの導入、駅や貨物支線の改善といった投資により低下した。GNR は CLC 鉄道網ネットワークを損益分岐、ギリギリの領域まで広げ、LNWR と共同でノッティンガムシャー並びにレスタシャーに鉄道を付設して、さらなる拡張を観光した。1889年の MR と共同で、 イースタンミッドランド鉄道を買収し、ミッドランドグレートノーザン連合鉄道として知られる鉄道網によりノーフォークの海岸へのアクセスが可能となった。1860年にイーストコースとジョイントストックが成立し、GNR、ノースイースタン鉄道、ノースブリティッシュ鉄道による客車の共同運用が行われるようになると、アングロ、スコティッシュイーストコースと路線の確立に、 GNR が果たす役割は、格好たるものとなった。主要急行列車は、キングスクロス及びエディンバラ・ウェイブリーをそれぞれ午前10時に出発するダイヤで1862年6月に走り始め、1870年代までには、フライング・スコッツマンとして知られるようになった。GNR の列車は1870年代後半から改良、拡張され、 1879年の一等食堂車の常時連結導入と1881年の列車真空ブレーキの導入は特筆に値する。ロンドン北部の郊外開発は定期利用者の急速な増加につながった。1867年、GNR は私的陶器であるエッジウェア、ハイゲートロンドン鉄道を買収した。この路線はフィンスベリーパークから フィンチェリーを経て、エッジウェアに達し、1872年には、ハイバーネットまで開通した。1875年からは、ノースロンドン鉄道との相互乗り入れにより、ブロードストリート駅まで列車を走らせ、シティへの乗客を運んだ。ロンドン側での感染の拡張は1890年代に完了した。GNR の主要収益源は、貨物、特に石炭であり、 この扱いのため、ドンカスター、コルウィック、ニューイングランド、ファームパークに大創車場が建設された。商品輸送の分野では、GNR は制動管備貨物列車の草分けであった。1923年の鉄道グループ化で、GNR は、ロンドンノース・イースタン鉄道の一部となった。本線上のマーフィールド・ジャンクションとジョン・オガウント及び、ティルトン・オン・ザ・ヒルにあるティルトンを結び、西は、 レスターへと至る支線であり、以下の駅が存在した。ハンバーストンとベルグレーブロードの間で、ミッドランド本線を横切るが、交換設備はない。ベルグレーブロードからの定期列車は1957年に、また、臨時列車も1962年に、それぞれ廃止となった。1865年にハットフィールド駅からセントアルバンス駅を経てセントアルバンスアビー駅に至る。 路線が開業した。旅客営業は1951年に、貨物営業は1969年に、それぞれ廃止された。その後線路は撤去され、アルバンウェイと呼ばれる全長6.5マイルの自転車道となっている。ハットフィールドとセントアルバンス間の公共交通は、アリーバシャイアズアンド、エセックスやウノといった地域バス会社が提供している。支線の駅は、以下の通り、 閉鎖期のほとんどの遺構が、アルバンウェイ沿いに残っている。ヘルプス、アーサー・ザ・ライフ・アンド・ i ークス・オブ・ミスター・ブラ f Mr. 1872リープブリッシュとンサッチ ,2006 P108 ISBN 18億4588万110サブターニア・ブリタニカ SB サイツストリートオールバンズ・ロンドン・ロード2007年2月28日閲覧。ザ・アルバンウェイ。 ストリートオールバンズサイクルキャンペーンピアニッシモ P1 2007年2月28日閲覧ありがとうございます